下が石で積んであって、上がレンガ積みになってる。今から100年以上前、大仏鉄道が走っていました。大仏鉄道とは、当時の鉄道会社関西鉄道の加茂と奈良を結ぶわずか 9.9km の路線の愛称です。明治31年4月の開業後、終着駅の大仏駅は東大寺大仏殿の最寄り駅として大いに賑わいました。翌年5月、同社は大仏駅から奈良駅へ路線を延長。奈良駅への乗り入れを果たすと、観光の拠点は大仏駅から奈良駅へと次第に移っていきました。そして明治40年8月、加茂駅から木津駅を経て奈良駅へと至る平坦なルートが開通すると、急坂の難所を抱える大仏鉄道は休止となり、同年11月に廃線。わずか9年の歴史に幕を下ろしました。大仏鉄道は営業期間が短く、当時の資料も乏しいことから幻の大仏鉄道と呼ばれ、その実態には諸説あります。しかし路線の跡には隧道、川や水や人を通すためのトンネルや橋台、橋の上部構造の両端を支える基礎などの遺構が所々に残され、1世紀前の姿を今に伝えています。この絵のような色鮮やかな深紅の蒸気機関車稲妻号などが駆け抜けたという幻の鉄道、当時を思いながら廃線跡をたどれば、周囲の景色も一層美しく見えるのかもしれません。というわけで、今回はかつて存在した大仏鉄道という鉄道を巡ります。奈良市と木津川市から出されている遺構巡りマップをもとに、 JR 加茂駅から C57SL の展示、観音寺兄弟、加瀬山兄弟、梶ヶ谷隧道、赤橋、松谷川隧道、黒神山トンネル跡などの遺構を巡り、かつて存在した大仏駅近くの大仏鉄道記念公園まで巡ってみました。たった9年しか存在しなかった幻の鉄道、現在でもわずかに残る遺構を見ながら、当時の風景と重ね合わせていただければ幸いです。なお撮影は友人、慣れないカメラマークをご容赦いただければ助かります。こんにちは、ちゃんぽんです。今回は JR 加茂駅、関西本線の加茂駅に来ております。今回はですね、この近くを通っていたと言われている大仏鉄道の遺構を巡るというね、ところに行ってみようと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。はい、終わり。はい、加茂駅の中にね、どうしても私見たいものがあって、入場券を購入して中に入ってみました。その見たいものというのがですね、かつて大仏鉄道として使われていたホームがあるようなんです。それがこちらにあるホームですね。あの向こうの方、奥の方を見てください。あの辺りが、ちょうど低くなってると思うんですけれども、あれが、大仏鉄道のホームがちょっと残ってるっていう感じなんですね。そういうことで、紫色のボディのキハ120が止まっています。ほんなら C57SL 行こうか。あ、こっちに曲がんねん。観音寺兄弟 800m やから、ここか。めっちゃいい景色。彼岸花のこの田んぼのこの色の、はい、これが現の向こうやろ。じゃあじゃあ、だからこれが今の、あ、そういうこと。これが今の JR 関西本線のあの橋や。これがね、こっちの普通に橋乗ってない方があるよ。こっちが大仏鉄道の方の橋脚、観音寺橋脚の兄弟だと。で、ここに観音寺子兄弟があるわけや、これな。だいぶ低い。入ってくると。ひょうきんな一族になってるやん。ただの。
これが梶形に追悼トンネルですね。この上に鉄道が通ってたんですよね。今は普通の道路。下が石で積んであって、上がレンガ積みなんです。次が赤橋、レンガ造りの橋台、生活道路として使用されており、現役で活躍している橋ですね。まさに現役で活躍してますね。うわ、これでもすごいな、高さが。なあ、うん、狭、高さがすごいし、これ上、石のね、石の橋が、針が通ってて、真ん中は切りです。これがなんかね、いろんなところによると、この長方直方体の石を長い方と短い方で交互にやってることによって強度を増してる作りになってるみたいですね。ここに昔鉄道が通ってたっていうふうに思うといいんじゃないでしょうか。ね。これが。完成鉄道の車掌をモチーフにしたモニュメントですね。向こうは封鎖されてるんだな、これ、うん、でね、このレンガの色の違いは作られた時の調整温度の違いによってこの色は変わってきてて、でこういう配置になったのはこのデザインのためにこういう配置にしてるんじゃないかっていう一説もあるけど、そこはどうなんでしょうね。でこの中がただのこういう道なんじゃなくて、下の部分は農業用水路やったっけ、うんうん、になってる。二段構造になってるみたいですね。でこの上に鉄道が通っていたと。今はちょっと中は入れないように封鎖されてるっぽいけど、まあここのアーチ状の石造りの部分はさっきと同じようにかなりこう強度を持たすためになってるんですね。こういうふうに、これはでもなかなか面白い。奈良川の入り口は車掌2つ設置、こっちは鴨川の北口の入り口、奈良川は2つ設置されてたけど、残念ながらこのように、あ、今上に立ってるこの橋があって、道路拡張工事をしたんだよな。非常にもったいないような感じ。ただやっぱりここに鉄道のトンネルがあったっていう事実はあるんですけど、もう全然今見るとその雰囲気は残っていないんで、110年前の鉄道なんでね、その歴史の時の長さを感じますね。その後は道路用トンネルとして昭和41年まではトンネルがあったらしいんですよね、ここにね。だけど道路拡張に伴って撤去されたということで、現在の切り通しに姿を変えたということですね。黒神山の道は架橋されて、黒神橋、あれは黒神橋というみたいですよね。奈良市内で一番高い古道橋、橋の上からは若草山とかね、大仏でも見えるらしいんですけど、そういう風に姿を変えてしまったというトンネル跡でした。ここはかつて奈良県民の憩いの遊園地、奈良ドリームランドがあった跡地の入り口。現在は取り壊されて、当時の面影は今はね、ほとんど残っていない。今でも残っている貴重な面影を今回いろいろと巡ってみたということなんですけれども、ここはね、終着点の大仏駅の近くということで光栄になっているわけでございます。